たちの宣教。その日、主の天使はフィリポに、ここを立って南に向かい、エルサレムからガサへ下る道に行け、と言った。そこは厳しい道である。フィリポはすぐ出かけて行った。折からエチオピアの女王カンダケの交換で女王の全財産の管理をしていたエチオピア人の宦官がエルサレムに礼拝に来て帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イサヤの書を朗読していた。すると霊がフィリポに追いかけてあの馬車と一緒に行けと言った。フィリポが走り寄ると預言者イサヤの書を朗読しているのが聞こえたので、読んでいることがお分かりになりますかと言った。宦官は、手引きしてくれる人がなければどうしてわかりましょうと言い、馬車に乗ってそばに座るようにフィリポに頼んだ。彼が朗読していた聖書の箇所はこれである。彼は羊のようにほふり場に惹かれていった。毛を刈る者の前で黙している子羊のように口を開かない。癒しめられて、その裁きも行われなかった。誰がその子孫について語れるであろう。彼の命は地上から取り去られるからだ。宦官はフィリポに言った。どうぞ教えてください。預言者は誰についてこう言っているのでしょうか。自分についてですか。誰か他の人についてですか。そこでフィリポは口を開き、聖書のこの箇所から時起こしてイエスについて福音を告げ知らせた。道を進んで行くうちに、彼らはミスのあるところに来た。宦官は言った。ここにミスがあります。洗礼を受けるのに。何か妨げがあるでしょうか。そして車を止めさせた。フィリポと宦官は二人ともミスの中に入っていき、フィリポは宦官に洗礼を授けた。彼らがミスの中から上がると、主の霊がフィリポを連れ去った。宦官はもはやフィリポの姿を見なかったが、喜びにあふれて旅を続けた。フィリポはアゾトに姿を現した。そしてすべての町を巡りながら、福音を告げ知らせ、カイサリアまで行った。神の御言葉、神に感謝。私は神を呼び求め、
闇の歌が口にあふれる。神の栄えを褒め歌え、その栄光を賛美せよ。すべての人よ、神に向かって喜びの声を上げ、賛美の歌を聞かせよ。神をたたえよ。神は祈りを退けず、恵みを拒まれなかった。神の栄えを褒め歌え、その Alleluia, Alleluia, Alleluia. 私は天から下った命の糧。このパンを食べる人は永遠に生きる。Alleluia, Alleluia, Alleluia.ヨハネによる福音。その時イエスは人々に言われた。私を近しになった父が引き寄せてくださらなければ、誰も私のもとへ来ることはできない。私はその人を終わりの日に復活させる。預言者の書に、彼らは皆神によって教えられると書いてある。父から聞いて学んだ者は皆私のもとに来る。父を見た者は一人もいない。神のもとから来た者だけが父を見たのである。はっきり言っておく。信じる者は永遠の命を得ている。私は命のパンである。あなたたちの先祖はありのでマンナを食べたが死んでしまった。しかしこれは天から下ってきたパンであり、これを食べる者は死なない。私は天から下ってきた生きたパンである。このパンを食べるならばその人は永遠に生きる。私が与えるパンとは世を生かすための私の肉のことである。主の御言葉、キリストに賛美。